災害時に困ることは？やっぱり食べ物とか飲み物が一番心配です。子供がいる状況で一緒に避難できるのかっていうのはすごい不安ですね。何も知識がないのでちょっとでも知識を身につけたいなと思っています。7月25日大津市の街中交流館悠々館でベビー防災研修会が開かれました。この研修会はお母さんが防災について学び、さまざまな災害から自分と子どもの命を守る力を身につけることを目的にしています。今回の熊本の震災を見ていましても、母子のケアが非常にこう大変だったというふうに伺いました。何かもう少し早い時点で手をこう差し伸べることができていたならばというところあたりから今回の企画をしています。どうやってこんなちっちゃい子を抱えてちょっと怪我もしながらどうやって生き抜くんやろうっていうのがありますが、最低3日間生き抜いてもらうというふうなことが大事になります。最初に災害時に必要な防災グッズが紹介されました。大規模な災害が発生した時には自分の命は自分で守る自助の力が大切です。落下物から頭を守る防災頭巾や応急的に使える紙おむつなどが紹介されました。続いて口腔ケアについて説明がありました。硬いものとかなかなかね、ベロ動かすと唾液出てきません？左右。災害時に普段通り歯磨きをすることができない場合でも、話をしたり舌を動かして唾液を出すことにより口の中の細菌が増加するのを抑える方法を学びました。なかなかこう柔らかい食べ物っていうのが回ってこない。思いつくことをそこにダーッと書いていただきたいと思います。最後に震災時に必要な情報を家族で共有するための家族手帳について考えました。お母さんたちは必要な情報は何か、どのような内容にするのかについて参加者同士で話し合いました。不安しかなかったのがちょっとやらなあかんことがあるんやなっていうのが分かってよかったです。災害があった時にどういうふうに逃げたらいいかとかっていうのをちょっとシミュレーションしながらもうちょっとちゃんと考えた方がいいなと思いました。いざという時の準備ができてないことにちょっと不安になったので、ちゃんと揃えようかなと思います。いつ起こるかわからない自然災害に対して最低でも72時間、つまり3日間は自分たちの力で生活できるように備えることが必要です。72時間というのは生きるか死ぬかという非常に大切な時間なんですけれども、そこを何とかして生き抜くということを皆さんに知っていただきたいと思っています。地震から命と財産を守るためには住宅の耐震化が大切です。昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅は現在の耐震基準を満たしていない恐れがあります。そのため滋賀県では県内の各市や町と連携して木造住宅の耐震診断を無料で行う診断員の派遣や、耐震改修工事の見積書の無料作成、耐震改修バリアフリー改修への補助を行っています。詳しくはお住まいの市役所町役場の担当窓口にお問い合わせください。